久保建英のいないソシエダ、ガチでヤバいことが判明する。現地時間11月29日に開催されたチャンピオンズリーグのグループステージ第5節で、久保建英が所属するレアルソシエダがオーストリアのザルツブルクとホームで対戦。すでに、グループステージ突破を決めていることもあり、久保ら主力5選手をベンチスタートにしたソシエダ。この試合、なかなか均衡を破れないソシエダ。それもそのはず、攻撃がとにかく停滞してしまっており、得点の匂いが全くしなかった。特に久保のいない右サイドはそれが顕著で何度も久保がいればと思わせたほどだった。いかに久保がチーム内において重要な役枠を担っているかがわかる。その動画がこちらだ。マジで絶望やん。これ1回や2回じゃないぞ。久保の偉大さがよくわかるな。竹のいない右サイドは得点の匂いマジで消える。頼むからカップ戦は出なくてリーグと CL に集中してくれ。レアル移籍してしまうで。機械のクオリティが低すぎるんだよな。久保とやる怪我したらオワコン。だって、ソシエダの右サイドはあなたしかいない。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。